始めていい。時間は生産力だからな。よし、これを受け取れ。加工済みのパーツは忘れずに渡せよ。バレたな。でも仕事を何度もこなすうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。よう、君たちも作業を終わらせたみたいだったから、ちょっくら挨拶しに来たぜ。おう、こんにちは。見覚えがあるぞ。作業の時ずっと隣同士だったよな。そうだな。俺はローアン。ここ数日俺も新顔が近くにいるなって思ってたんだ。俺はここで15年近く働いてきた。監督のグランビルだって俺のことは先輩って呼ぶべきなんだぜ。うわ、そんなに長いのか。何か知りたいコツとかがあればどんどん俺に聞いていいぞ。うん、頼んだぞ先輩。今ルールって言ったか。ルーキーのくせしてやるじゃないか。ルールについて聞いたことがあるとはな。誰から聞いた。まあ話しかけたのはこっちだしな。君たちも俺のことを先輩と呼んでくれていることだし、君たちそのまま働き続けたら危ない目に遭うぞ。え、それもルールなのか。もしお前から教えてもらえてなかったら。そう簡単に発動するわけでもないさ。隠しルールの条件は厳しいのが普通だ。でも一度やってしまったが最後は3日連続で食事と寝る時以外ずっと生産エリアで働き続けたら3日目の昼ご飯の時に悪いことが起こるんだ。へっ、脅かさないでくれよ。俺がそれを知ってたらこうして君たちと話す機会はなかっただろうな。つまりお前も試したことはないってこと。実はこのルールについてはある噂があるんだ。聞いた限りじゃそいつは俺をはるかに上回るワーカホリックで、ある日彼は自分の限界に挑戦しようと長時間作業をし続けた。蒸発したかのように消えたんだ。その後彼の友人たちに話を聞きに行ったやつがいたんだ。そんなことがあったなんて。あいにくそいつの仕事場は俺と同じエリアじゃなかった。お前まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか。え、あ、君たち好奇心の使いどころはそこじゃないと思うんだけどな。言っとくがどうなるかは知らないぜ。そうだぞ、オイラたち本当に試すのか。うん、わかった。なんだこれ、まずそうだぞ。お前の作った料理が恋しいぜ。午後はどうする。いいぞ、作業のない時は鉄拳闘技場で暇を潰そう。君は旅人だろ。君のような実力ある選手は出場禁止だよ。犯罪者でも命は惜しいものなんだ、分かってくれ。でもここには優れた実力を見せれば特別許可権がもらえるゲームもあるよ。もしゲームで負けたら特別許可権を取られちゃうのか。そりゃそうだろう。鉄拳闘技場は残酷な場所なんだ。分かった、それではルールを説明し、まず目の前に的が順番に立てられていく。的が立った順にそれを打っていってくれ。連続で何ラウンドもノーミスで進められれば、ただし打つ順番を間違ってしまったら失敗。1回につき300枚の特別許可券が必要だけど、やってみるかい。毎度あり。それじゃあゲームを始めていいよ。だな、報酬の特別許可券だ。だったせいで。俺起きたくないぞ。さあどうするんだ。
別許可権のために。来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。はあ？いきなり何を必死になってる。特別許可権が急ぎで必要な。そうだな、オイラたち、自分の限界を試したいんだ。よし、今日はよくできたぞ。限界かも。もうダメだ。話す記憶すらないぞ。しょうがないよな。さっきからずっとお腹がグーグー鳴ってるんだ。先に腹ごしらえしようぜ。今日の運はどんなもんかな。ひょっとしたら超豪華弁当だったりして。んぎゃー、これなんだよ。おいらのご飯なんで。お前のもおな、これって肉か。でもなんだかすごく不気味な感じだぞ。これってどういうことだと思う。もしかしてこれがローワンの言ってた。それ以上言うなよ。もう分かったから。あれ、あそこにいるのウォルジーじゃないか。ウォルジー、ちょっといいか。なんだ。これから今日のサービス食の材料費を生産しに行くところなんだ。そのオイラたちのご飯の肉さ。肉？ああ、それか。別に普通の料理だろ。俺は問題ないと思うが。問題ないってことないだろ。おい、行くなよ。どうしよう。ウォルジー、すごく不機嫌そうな顔してたぞ。そうだな。他に方法はないみたいだし。ふわ、さっきまで腹ペコだったのに。午後はどうする。いいぞ、何か新しい手がかりが見つかるといいな。あ、どうも。あなたたちって公爵様と一緒だった。そんなに固くならないでいいって。すみません。あなたたちを見ているとつい公爵様。どうでしょう、多分そうなのかもしれません。あの方って威圧感がすごいじゃないですか。そんな大げさな。それに私は何をやってもすぐに尻込みしてよくヘマをしてしまうんです。なので公爵様のように有能な方を見ていると本能的に緊張しちゃって。なんですって。どうか大声でそんなことを言わないでください。だいたいどこをどう理解したらそんな話になるんです。旅人にパイモン。皮肉はよしてくれ。俺は同じ失敗を繰り返すようなやつじゃ恥ずかしい限りだよ。前回は取りなしてくれてありがとな。これは公爵様が俺に追加で配布してくださった。え、これはさすがに
ってお前への報酬のはずだろ。お前たちを迎え入れた時、俺は特に何か苦労したわけじゃん。まあこれしき気にすんな。公爵様に目をかけてもらえることは特別許可権を手に入れることより。え？お前医務室にいるはずじゃないのか。こんにちは旅人パイモンちゃん。この時間はみんな忙しくしてるし、医務室にも看病が必要な人はいないから。眺めに行って。何も面白いことなんかないと。そんなことない。うちはいつもここでみんなを観察してるのよ。人間はみんな面白くて可愛い。働いている時の表情が好きなの。うん、なんだか動物の話でもしてるみたいだな。まあそうかも。でも一概にそうとも言えないのよ。うちはこういう種族だから、人間とはちょっと違う資格を持ってて、みんなの体の状況に気づきやすいの。働きすぎている人は一目でわかる。それがメリュジーヌの資格ってやつなのか。確かに看護師にはぴったりだな。うん、みんなの健康のために奔走するのはとても有意義よ。できることならみんなには疲れや痛みとは縁なく楽しく過ごしてほしいけどね。体に気をつけて栄養をちゃんとつけてね。疲れたら無理しないで休むのよ。うん、気をつけるぞ。ありがとな。ローアン先輩じゃないか。あと、さっきちょっと怪我しちまってな。ローアン先輩みたいに経験豊富な人でも仕事で怪我することがあるんだな。そう言われるのが嫌だったんだよ。メンツが立たないだろ。全部新運員さんのせいだぜ。え？医務室に誰もいなかったのか。ああ、噂じゃ昼飯前の30分くらいはいつも誰もいないらしいぜ。変だな、シグインはいつも仕事熱心なのに。別にもうどうでもいいさ。この程度の怪我なら。よかった。特別許可権ばかりに夢中になってるんじゃないかって心配してたけど、いくらモラが好きだからってさすがのオイラも労働にはまったりしないぞ。リネットもここら辺を調べてたのか。いいえ、ただのサボり。しかもあなたたちに捕まった。お兄ちゃんはいつも通り金域のあらゆる情報に張り付いてるわ。そうだ、これあげ。おい、なんでいきなり特別許可権をくれるんだ。あなたたちよりずっと早くここに来てたから。特別許可権は私にとって珍しいし。リネットっていいやつだな。じゃあ遠慮なく。ここに研究ノートっぽいものがあるぞ。さっきこそこそ医務室を覗いてたやつがいたんだけど、あれってシグウィンのファンだったのかな。多分そいつが落としたものだと思うぜ。メリュジーヌという種族は世界の感じ方が人間とは違う。そのため多くの物事に対してメリュジーヌの審美眼はなかなか真面目そうなやつだぞ。ちゃんと勉強してるんだな。じゃあこの研究ノートは回して休むか。わかった。ゆっくり休んで。連続して働いた後は変な肉が昼ご飯に出てくる。これまでの調査って収穫があったって言えるのかな。そうなのか。それじゃあこの件の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ。新しい一日がまた始まったのか。囚人としての生活にもだんだん慣れてきた気がするぞ。さあどうするんだ。
でもずっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。おお、たまには楽するのも悪くないよな。お前の作った料理が恋しいぜ。午後はどうする？タルタリアみたいなやつは絶対よくあそこに行ってたと思うぜ。やあ旅人、また挑戦しに来たのかい？今度こそ特別許可券を10。よし、それじゃあ準備して。やっぱり侮れない実力の持ち主だったな。どうして君が正式な格闘大会への参加を禁止されてるのか。命が惜しい奴は君と同じリングには絶対立ちたくないだろうな。そういえば君たちはまだ格闘試合の勝敗予想をしたことがないらしい。ロシモフのところで支持する方の投票権を買ってみるといい。当たれば結構な報酬がもらえるよ。でもオイラたち、ここの選手のことはよくわかんないし。それが普通だから、ゆっくり慣れればいいよ。試合を何回か見ていれば報酬を稼いでくれるやつが。確かに。なあ、ちょっとやってみないか。十分な特別許可権を持ってるなら適当に投票権を買ってみるのもいいかも。適当に買ってみるって、なんて言えばいいか。まあ別にダメなわけじゃないけどな。適当すぎるってどういう意味だよ。ここで投票権を買ったことがないにもかかわらず、ルールの存在に感づくとはね。戦闘の腕だけじゃなくて勘もいいみたいだ。ここまで来たらお得意さんにもなってくれそうだし、ちょっとだけ教えてやるよ。君たちみたいな客は失いたくないしね。そんなに深刻なことなのか。この隠しルールは、もし格闘が始まる前に次の日の朝良くないことが起こる。つまり双方の選手の投票権を同時に買うってのが条件なんだな。良くないことって何なの？さあ、僕はそんなこと試したりしないからね。でもこの件についてこんな噂を聞いた。ある覆面の選手は抜群に腕が良くて戦闘力も高かった。決勝戦、主催側は彼に覆面を外すよう呼びかけたんだけど、彼はなぜか固辞して、その後二度と姿を見せなかったってさ。死んだとか主催側にやられたとかいう人もいたけど、彼が何よりも名誉を大事にする人。双方の選手を同時に応援する奴がいたとしよう、それは彼にしてみれば間違いない。だからそいつの怨念がそういうことをする奴に罰を与えるっていう。ずっと覆面してたし、意図的に素性を隠してたから、僕は彼がどういう人なのかは知らない。旅人、まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか。おい、本気か。嘘だろう。親切に忠告してやったのに、あえてそうするっていうのか。そうだぞ。第一、めちゃくちゃ怖いじゃないか。しょうがない。おいらをちゃんと守ってくれよな。両方の投票権を買うなら多分3000枚ほど特別許可権が必要だ。十分貯められた頃に試してみるといい。そこそこ収穫があったって言えるよな。これ起きたくないぞ。さあ、どうするんだ。オイラたち、たくさん働くうちにだんだんコツがつかめても、ずーっと同じことばっかしてると。おお。
普通の弁当って感じだな。午後はどうする？タルタリアみたいなやつは絶対よく遊ぶ。お二人さん、投票券を買いにいらしたんですか？次の試合が間もなく始まりますので。次の試合の選手は誰なんだ？今回の人気チャンピオン候補、キバ選手と東感覚エリアのトキシン選手ですね。それってあだ名か、それとも自分で作った肩書きか？あなたたちは初心者のようですので、少しアドバイスをして差し上げましょう。今回はキバ選手にかける人が多そうですが、つまり今回の試合、私のおすすめは、へえ、両方とおっしゃいましたか。初心者だというのは一目で分かりましたが、もしかしてルールをまだしっかり把握していらっしゃらないとか。もう一度詳しく説明しましょう。いやいや、いいんだ。こうしたらきっと損するってことも分かってるぞ。分かりました。いいんですね？一旦お買い上げになれば返金はできかねますよ。いいから、特別許可券をもらっとけって。はあ、ここに来てから朝寝坊する資格がなくなっちゃったよな。おい、旅人、パイモン、荷物が届いてるぞ。次は自分で受け取れ。俺は配達員じゃないんだ。荷物？お前何か買ったのか？おいらまだ寝てたいから、お前が行ってきてくれ。おお！昨日、隠しルールに逆らって、投票券を買ったんだよな。もしかしてこの荷物がコリンズの言ってた、一気に目が覚めちゃったぞ。どこかに隠れてるから、飽きたら呼んでくれ。おい、ちょっと待てて。オイラがまだいるのになんで開けちゃうんだよ。なんだお前、大丈夫だったか？おいらに見せてみろ。なんだ、ただの瓶じゃないか。でもこの中の液体の色。わあ、やめろ。それ以上言うな。何を言おうとしてるのかもう分かったから。ウギ、こっちに近づけるなよ。嫌だぞ。どういうことなのか分かるまでこの瓶は開けない方がいいと思うぜ。これはオイラからの、心からの警告だぞ。さあ、どうするんだ。サボれるのって嬉しいな。特別許可券が欲しい気はするけど。配りきらないとここから出られないのに。ここの囚人じゃなさそうだな。ええ、もちろん違いますとも。囚人扱いしないでください。じゃあこんなとこで何してるんだ？僕は本他社の販売促進員で、会社の飲み物の販促を担当しています。本当は早く仕事を終わらせて本社に戻る予定だったのですが。本他社のやつだったのか。なんだよ、何かあったのか？はあ、もう頭にきましたよ。この前うちの反則計画を話したら、僕の計画には全く価値がないとドストレートに評価してくれました。これまでの協力関係はまあまあ順調だったので、僕は我慢して彼に説明しようとしたんですけど、彼に話の腰を折られちゃって。なんて言われたんでしたっけ。俺がきっぱり断ったのは、あんたの時間を節約するためだ。あんたは特別許可券の価値もわからなければ、自社の商品の価値さえ
分かってないのかもしれないな。前者についてはそして後者についてだが、君たちの飲み物を買うのは水の下にいながら特別許可権のことをよく分かっていない。そう言って彼は僕の提案を断ると。煩わせるな、他の方法を探してこいとも言いました。あいつはここのボスだからな、仕方ないぜ。まあいいです、郷に行っては郷に従えと言いますし。ね、散らばってる紙はなんだ、応募用紙か何かか。いや違うみたいだな。どのページにもフォンタ社のマークが入ってるぞ。わかった、捕まったら企業機密を盗んだ罪で訴えられたりしないよな。あ、そうだった、お前の言う通りだな。もう怖いものなんて何にもないぞ。で、新商品の研究開発はフォンテーヌ科学院の助けなしで行っており、進捗が滞っている。新商品はやむを得ず、名前もパッケージも未定の状態で、1回目の試飲が行われた。一旦小規模エリアでクローズテストを行う決断。特に気になるところはないぞ。フォンタ社がフォンタ以外の飲み物を開発してるってだけだろ。資料は元に戻そうぜ。何事もなかったかのようにな。うん、これでよし。本当に試したって聞いたけど、どうだった、何か起きたかい。翌日に謎の荷物が届いたぜ。中身は何なのかよくわからなかったけど。やっぱり噂は本物だったか。呪われたりはしてない？具合はどうだい？その君たちはちゃんと君たち自身の意思で行動してるんだよね。おいらも確証がないぞ。お前はどう思う？おいらはちゃんとおいらに見えてるか？そうか、ならよかったぞ。見た目は確かにこれまでと同じだけど、油断しない方がいいと思うよ。ところで本当に試すとは思いもしなかった。ただ好奇心を抱くってだけならまだわかるけど、投票権を買うお金も惜しくないんだね。普通に買っても何か報酬を得られるとは思ってなかったけどな。こういうのって主催側しか大儲けできないもんだろ。とんでもない、我らが鉄拳闘技場はとても良心的だよ。投票権からの収入なんてほんの少ししかないんだから。今開催中の鉄拳闘技場大会もフォンタを生産する会社が協賛したおかげで開催できたくらいでね。飲み物のフォンタを作ってる会社が協賛したのか。公爵の支援で開催したんだと思ってたぜ。ま、ギブアンドテイクってところかな。彼らもメロピデ要塞でフォンタをプロモーションしたいって思ってたからこそこの件を提案してくれたんだよ。とにかく数日はくれぐれも気をつけてくれよ。の間にかこんなとこまで来ちゃってたな。先に、そうだな、特別許可券との引き換えでゲットした時間なわけだし、まさかこの監獄にこんなにいろいろ調査のペースを上げた方がいいと思うぞ。でないといつまで経っても終わりが見えない気がするぜ。うん、じゃあ今日は作業なしだな。ほう、この時間帯に君を見かけたということは、さてはロームを免除してもらうために惜しみなく使えるほど特別許可権を貯めてるね。さすがだね、偉いよ。どうだ、知ってる隠しルールを教える気になったか。確かにいいタイミングだ、ちょうどいい。どういう意味だよ、何
がいいタイミングなんだ。あの忌まわしい貧乏人のレオニードたちはみんな生産エリアへ働きに行ったから誰もいない。分かった分かった。絶対絶対夜中に変な音を出すパイプの近くに行くなよ。監視から逃れられたとしてももっと恐ろしいものに出くわす。もっと恐ろしいものって？食人族の集会さ。食人族だって？このメロピデ要塞に？毎月数回奴らは夜中に集会を開くのさ。メロピデ要塞の失踪者、それよりも恐ろしいのは奴らがある特殊な趣味を。被害者の残された血と肉は処理ができない。だから奴らによってあらゆる形に変えられて、多分だけどお前が言ってるあらゆる形を見たことある気がするぞあんまり信じていないようだね。それもまたよし。隠された真実に触れることはいいこととは限らないからね。さて、私はまだ用事がある。さっきのことは聞かなかったことにしておくれよ。旅人、今回は噂を信じた方がいいんじゃないか。おいら血と肉になってまで永遠にここに残るなんて嫌だぞ。そっちの方向で考えてたのかよ。でも確かに妙に安心したような気が。はあ、これいつまで続くんだ。あの態度なんかおかしいぞ。オイラたちのことをわざと避けてるみたいだ。でもこうもバレバレの不自然な振る舞いをするなんて、ダメだ。考えるほど怖くなってきたぞ。まだ続けるのか。わかった。何の用だ。囚人のくせにちゃんと特別許可権を稼がず俺のところに来るなんて。ちょっと簡単な質問がしたいんだ。夜パトロールしてた時何か気づいたことはないか？そんなことを聞いてどうする。仮に夜に何かが起こっていたとしてもそれはお前たちの案ずることじゃない。おとなしく寝ていればいいんだ。そうだぞ。月に数回くらいってところかな。おいら耳が敏感だからよく眠れなかったぜ。そんなことがあったのか。俺も毎晩当番があるわけじゃないからな。だがそういえば確かに同僚から聞いたことがある。パイプ清浄日の夜には怪しいことが起こりやすいってな。パイプ清浄日って何をする日なんだ？メロピデ要塞の排水施設が定期的に清掃される日のことだ。月に3日って今日もちょうどそのうちの1日だな。確かめてくるといい。もし本当に何か変なことが起こっているのであれば。おう、オイラたちも今夜は気をつけておくぜ。それでは他の用事がなければ行く。忠告しておくが変な企みはよせ。安心しろ、オイラたちだってケーキが増えるのはごめんだぜ。行っちゃったな。パイプ清浄日についてお前はどう思う？確かにそうだな。でもフィールディングのやつが言ってたぜ。そう言うと思ったぜ。よし、じゃあ今夜は徹夜だな。でもまだ寝ちゃダメだよな。今夜、そうだよな。もしオイラが寝ちゃっても絶対起こしてくれよ。あれ、旅人って、おい、こんなにあっさり寝るやつがあるかよ。
ビー人、これ以上寝てちゃダメだぞ。早く起きろって。え、普通に寝てたんだとばかり思ってたぜ。それで今回はどんな夢だったんだ。本当か、やっと真相解明のチャンスだぜ。でも食人族の噂の方は何なんだ。そうだな、そろそろ時間だし行こうぜ。パトロール中の監視たちには気をつけろよ。君たちは昼頃の。ほう、度胸あんじゃねえか。俺らの正体は分かってんだろ。今すぐ立ち去るんだ。誰もあんたらのことは助けてくれないぜ。それがどうした。俺たちの怒りを買いや、いつだってその噂を事実に変えられんだぞ。おい、一体何のためにあんなデマを流したんだよ。君たちに言うことはない。今すぐ巨峰エリアに戻って、今見たことを忘れておとなしく眠りにつくなら。さっさと戻れって。ここには本当にあんたらが興味持てそうなものはないんだから。はあ、何だって。それって兄貴が離れた時に言ってた。俺たちの兄貴のことを知ってるのか。兄貴そんなすごい身分だったのか。知らなかったぞ。兄貴はここにいた頃ずっと自分の素性を明かさずにいたからな。兄貴に頼まれて俺たちを探しに来たのか。なんだ、タルタリアの子分たちだったのかよ。あいつってここにいた時も随分うまくやってたみたい。あの夜兄貴が言ってたことは俺たちしか知らねえはずだ。まさか兄貴は外に出てから。そうか、だったら辻褄が合う。ひひ、旅人うまい手じゃないか。兄貴がメロピデ要塞に来た当初、恥ずかしいことだが俺たちはひどい態度をとっていた。だがメロピレ要塞は強者を尊重し、作業の時の根性といい、鉄拳闘技場での勇姿といい、俺たちを懲らしめる時ですら常人の域を超えた才能を見せてくれた。だから俺たちは兄貴についていくことにしたんだ。だがある日、兄貴はいきなりこう言ってきた。自分を呼ぶ声がまた聞こえたから、何とかしてここを離れねえといけねえ。そのためには何の代価も惜しまねえってさ。子分としちゃもちろん、兄貴のことは俺たちのことだ。だから俺たちはちょっとばかし手間をかけて、ここにある隠しルールをもとに食人族のルールをでっち上げて、これも全部パイプ正常日の夜に兄貴が逃げ出すためのチャンスを作り出すためだった。じゃあ噂を捏造することで囚人や監視たちをここから遠ざけたってわけだ。はあ、人々の未知への恐怖って。でもタルタリアはすでに逃げたんだろ。それが俺たちの知る限りじゃ、兄貴が離れた時に使ったあのパイプは実は出口とは言えなくて、あそこはとっくに放棄されてるはずの廃工場に繋がってて、仮に海に逃げ込めたとしてもそれを知っていて、それでも兄貴はそこを通ろうとしてた。それで俺たちは約束したんだ。兄貴がいない間、そして兄貴は帰ってくるとしたら必ずパイプ正常日の夜を選ぶ。そしたら俺たちも出迎えの準備ができるし。そんな、その約束を守るために毎月のこの数日危険を冒してまでここで見張ってたってことか。ああ、だが俺たちも心の中では分かっているんだ。これだけの時間が経ってもなお帰ってこないってこと。でもあいつが何かその想定外なことにあったって可能性は。兄貴をどうにかできる想定外なんてねえよ。俺らは全員そう信じてんだ。分かった分かった、ちょっと聞いてみただけだって。ああ、声を抑えろ。こっちだ。ここからのルートは封じられて通行できなくなってる。兄貴はこの下から行ったんだ。その時はまだこの下も水没してなかったけど、その後俺たちもこっから状況を確認しようとしたんだけど、
潜るのが得意なやつじゃない限り。まさかタルタリアはここの水に閉じ込められちゃったのか。その可能性も低いと思う。兄貴は水が得意だってことは俺たち全員が知ってる。マジかよ。だったら早速そいつに調べてもらおう。兄貴に関する情報があれば。もう結構な時間だな。これ以上ここにいると監視たちに見つかっちゃうぜ。おう、状況については大体把握したから。やっと肝心な情報が手に入ったな。これだけ時間をかけて調査した甲斐があったってもんだぜ。潜水が得意ってフレミネのことだろ。ミネに言えばきっとフレミネに助けてもらえるよな。タルタリアのやつ一体何しに行ったんだよ。ほんと骨を折らせるやつだぜ。まあと少しでその真相もわかるだろうけどな。気を抜くと一気に眠くなってきたぞ。さっさと寝ようぜ。